はいどうも、翔平 TV です。先日、ニュースでやってましたね、女子プロ野球選手約36名が、退団引退ということで、だいぶショックなんですけども、全員で71名いまして、そのうち36名が引退と退団ということで、ついこの間ね、あの秋季リーグありまして、そこでちょっと取材したんですけども、まさかねそんな大量に辞めるとは、思っていなくて、だいぶショックが大きいです。まあきっと昔から約10年間女子プロ野球ありましたけども、それまでずっと応援してきた、ファンの皆さんは相当ショックで辛い日々を送っているのではないかと思います。非常に残念ですけど、正直あの、まあ、女子プロ野球、まあ試合ですね、秋季リーグ取材しまして、まあいろいろ分かったこともあるし、いい話もありましたし、うんって思うところも多少ありましたけども、それがまあ女子プロ野球なんで、あのとにかく言う必要はないんですけども、一番思ったのはやっぱ女子プロ野球選手、女子プロ野球とファンの距離がすごい近いこと、それがすごい魅力なんじゃないかなっていうふうに思いましたし、ファンの人の中でもやっぱりそういうグループとか、そういう友達というか仲間というか、そういうのがありまして、いろんな出会いがあって素晴らしいなと思いました。はい、で僕もあの秋季リーグから参加して、まあ取材とか観戦とか、まあ、させてもらったんですけども、やっぱり行くとやっぱあの声をかけてくれるあのファンの方もいて、動画見たって人がこう声かけてくれて、それからこう会うたびにあのコミュニケーション取ったりして、非常になんかいい関係性だなっていうふうに思いましたし、ツイッターの方も、いろんな方があのフォローしてくれまして、女子プロ野球の話をつぶやくと、もういいねがもう100件ぐらい来ちゃうような、あの本当もう女子プロ野球のことがもうみんな大好きなんだなっていうのがすごい伝わりまして、はい、でその中でねやっぱり36人の選手が退団ということで、あの非常にね悲しいと思うんですけども、まあ、今後、ね、36人も減りまして、どうなるかちょっと分かんないですけども、あの、まあ、今後ともね、あの翔平 TV は女子プロ野球を応援しますし、退団された選手たちも次の道があると思うんですよね。第二の人生というか、女子プロ野球じゃなくてもまた野球を続ける人もいるだろうし、もう今後の活躍に期待しておるんで、あの今後とも頑張ってほしいなと思います。そして今回ねこういう動画出しましたけども、まず女子プロ野球の試合を、まあ、見に行くきっかけとなったあの磯崎選手には本当にもう感謝しております。たくさんのね磯崎選手のおかげでたくさんの出会いとか、ありましたし、非常に幅が広がったかなというふうに思います。はい、はい、ということで今回は、女子プロ野球選手、退団36人大量退団ということで、トップニュースにもなってました。非常に悲しいことですが、今後ともその選手たち、その辞めた選手、辞めてない選手も、野球人生存分に楽しんでほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。野球はみんなのスポーツ、また会いましょう。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、べーちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室
野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います、はい、皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それでは、ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。